皆さんお通りよろしいですか。はい、すみません、それではお願いいたします。非常に不当であると思いますし、また裁判所は逃げたな、私たちの主張に正面から回答してくれなかった、そのように思っています。朝日新聞来たんです。北朝鮮政府を被告とすること、我々が北に行ったことを帰国って書いてあるのが、このなんて言いますかね、この日本の法律のそういう文書で、その我々が向こうに行った、日本で生まれて育った北朝鮮って見たこともない、そういう人間たちが向こうに行ってそれを帰国ってこう表記するのは、あれどうかなって思いました。ともかく拉致被害者とか別々にしないで、ただ日本人を助けるっていうことを、日本のにいらっしゃる日本人の方が皆さん一緒にやってほしいと思います。控訴をしても本当に最速でしないと、私たちが生きて結果を見ることはできない。生きて結果を見ることができないということは、私自身の立場で言えば、私の子供たちと私の孫たちに会うことができないで死んでしまうということ。時期や場所、あるいはその拉致被害者など、その、まあ、北朝鮮、今日は残念なことに敗訴という結果になってしまいまして、泣きたいです。以上です。ありがとうございます。最後に、国際人権 NGO のヒューマンライツウォッチの、土井かなえさんから、本件の国際的な位置づけについて一言。ヒューマンライツウォッチ、世界最大級の人権団体ですけれども、私どもがこの北朝鮮で起きている人権侵害、が、まあ、世界